カスクートっていうミノの大好物なやつの新発売が出たんです。なんとカマンベール&ロスロースハムっていう新発売、新発売が出てたの食べなきゃと思って、アングルやばいですよ、下からめちゃくちゃ下からやばくない？いただきます。ちょっと頭ボサボサだね。んなんか長くこんなん絶対うまいからね。やばくない？うん、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 これお疲れ様だって。ありがとう。ミラーボールおいしいよおいしいよ。こちらカマンベールとローストローストハム、ロースハム、いくら350円です。ハートありがとう、いっぱいハート、あ、くちゃついちゃってごめんハートありがとう。もうこれあんま売ってないの、ほんとに人気すぎてね、朝みんな買ってっちゃう大人たちが。ハートありがとう。もう疲れ、お腹減りすぎて本当は食べないとこうと思ったけど無理だった。普通にに無理だった。うん、うまっ、うまっ、うまっ、スタンプ、うまっ。うん、疲れた。いかがでした久々の公演。私のうまい、主人かっこよかった、ほんと？うまっ、うまっ、うまっ、これしか勝たんよ、これしか勝たん、うますぎて。うん、うん、うん、これ見に来ましたし、とても楽しかったので、ありがとう、ありがとう。仕事で見れてない方はぜひアーカイブで見てください。今度買ってみて、これだよ。カスグーとカマンベール&ロースビーフみたいな、やってみてください。うん、いや、みんな今日のコメント、今のがどこが良かったか一個答えてくださいどこが良かったか答えて。バッグ買ったところ、歌声、久々こんばんはだった、ありがとう来てくれて。まだ見てない？じゃあ見てからまたひなのに行ってください。どこが良かった？全力ジャンプ、陶芸のところ見てるね、それは。
感。うん。指先までのパフォーマンス。うれしい。体力余ってそうだと全然。オーラが良かった、本当。推のポール。嬉しいです。ありがとう。今日は一生懸命頑張りました。明日絶対筋肉、いや明日来てくれる方はイベント見てくれる方も挙手、あの DMM で見てくれる方も DMM で3人です。行くよだって楽しみ、また行きますだって楽しみ、見てね、みんな見てね、明日も仕事頑張ってね、見てね、 DMM 最大の人見てね、楽しみにします。ハートいっぱいありがとう。そう、7時からです。そう、その明後日はサイン会、手形会がある。うん、大阪から頑張ってるけど、もう楽しいんだって。気をつけてきてね。ありがとう。見ますけどね、明日は二十歳のメンバーが公演します。公演っていうか、イベント、なんていうの、発表会イベントっていうの、公演ではないんだ、ごめん嘘ついたね。そう、空気たくさんいんの、なやんとなべちゃんとかいにとになの。もう半分空気なんだよ、やばくない？二十歳は私たちが締めました、空気が。ね、絶対寒いよ、明日。今日も寒かった。だからごめんなさいね、皆さん。ね、凍える前にみんな温めてくださいね。うんうん。ね、名古屋じゃないみたいよね、ハムフーズ。と私も成人か、成人だってさ。うん、何か頑張った、ありがとう、頑張ったスタンプ嬉しい。やばい、雪降ってたの、吹雪だったよ、めちゃくちゃ。相変わらず鼻筋綺麗、嘘。もうちょっと高くしたかったけどね、したかったとか言って、なんか作り物みたいな言い方しちゃった。ねえ、やばい、結構寒いよね、実際。
作り物に見えますか。尊い。タイマモニア様食べてどうなった。もぐもぐ配信だよ。鼻引っ張ったらどれぐらい飲めますかってどういうこと。卵入れなくても美味しかった。確かに全然美味しい。美味しいけど、おすすめは卵を入れることだよ。明日の髪の毛どうしようかな。バブカって何？すごいみんなが褒めに来てくれる。こんばんは。もぐもぐ配信でした。フォローしました。だってありがとう。ありがとね。じゃあ2000人行ったらやめようかな。今日は愛してごめん。食べちゃった。全部ごめんな。いどれらしいことできなくて全部食べちゃいました。ハワイスタンプありがとう。今日鼻切れてめっちゃ言われるんだけど。そんな眉毛、ひなの眉毛。そう、前髪変なんだよね。いつもか。ここだけ前髪取れてる巻きが。まあ、いっか。明日の髪型どうしよう。いいの。マジこれもうなくなりそうなんだけど。それぐらいめっちゃ飲んでる。まつげすごいでしょ。いつも以上に近いね。いつも近いの。3日連続配信しました。私頑張った。頑張りました。えらい。マンゴージュースとどっちが好きかな。マンゴージュース。マンゴージュースかな。ねえ、ごんばり屋さんでみんなめっちゃ褒めてくれるんだけど。拍手のスタンプありがとう。昔しかまだやってないのにめっちゃ褒めてくれる。みんな嬉しい。風邪ひかないようにね。はい、ありがとうございます。そして最後にこれを食べます。
見て焼きイカ親父焼きイカこれめっちゃうまいから、なんかスルメじゃないね、こうやって疲れてる時にさ、みんなお酒飲むんでさ、飲むんでしょ、飲むはジュースで十分だよ。炭酸飲んだ時も、炭酸はさすがにやめようって思った、なんか明日のために。変わんないんだけどね、全然変わんないんだけど、なんか意識的に炭酸はやめようって思ったよね。気にした、そこだけ。なんか下から見るとお前だね、まあ、お前近いんだけどさ、実際そう、意識高めでしょ。見て、こうやってね、あ、見えないここにね、マヨネーズとね、七味があるの。それに顔を取って、ちょっと待ってね、イカ取ってマヨネーズにつけて食べます、うん、めっちゃ美味しい。これもね、めちゃくちゃおすすめ。いつも食べてる、お昼。超美味しいよ。美味しいでしょ？超美味しい。これだよ。そう、おつまみだみたいな。コンビニ。縁側？縁側なってんの？縁側食べてないです。そう、数字のコンビニに売ってる。超うまい。これは晩ご飯ですよ。もちろん晩ご飯です。うまい、超おいしい。これなんか幸せだわ、なんかめっちゃ幸せ感じてる今。うまっ。乾杯、お疲れ。そう、焼きイカはセブン派で、エイリーはファミマ派なんです。そうなんだよね。もぐもぐ配信だよ今日は。めっちゃ食ってるね、さっきから。まあ正月はしゃあなくない？うん、正月はしゃあなくない？うまっ。リンゴジュースと合わない、確かに合わないけど飲む、うまいから。許してくれる？ありがとう。マヨラーイナ。
動いたから OK だよね。確かにプラマイゼロだよね。うまい。そう、ひなのの正月のルールは1月いっぱいは正月って呼ぶんですよ。お正月。うん、私のアングルでしょ、下からっていう。人類が一番嫌う角度でショールームしてます。何、鬼滅風のうまいって。ごめん、まだにわかなんだよね。うん、おいしい。進撃の日なの？進撃の巨人も見てみたいんだよね。でも実際うまい。あとどれぐらい語ったの？どうだろう。めっちゃ語って、あの後も喋ってたし、まだイナノが8話しか見てないからまだわかんないけど楽しみ。煉獄さんって誰だったっけ？でも絶対まだ知らない人だよね。絶対そう。楽しみ。うん。8話で終わらないよ。24まであるの？長っ。めちゃくちゃ長いね。確かに、もう3分の1まで見てんのかな。ねえ、サヤの推もまだわかんないんだよな。ねえ、無限列車見たい。主役なの？炭治郎じゃなくて？絶対ダメでしょ、主役なんてやったら炭治郎以外が。炭治郎死ぬの？もしかして。やだやだやだ、そんな話はありえない。うん、内緒にしといてみんな。ダメ、それ以上言ったらそれ以上言ったらダメだし、絶対絶対にダメです。あ、ごめんね。怒っちゃうよ、ひなのが。ひなのが拗ねるからダメ。よいしょ。ということで、今日は今何本やりました？私ショールーム。21分、26分くらい。じゃあ30分までやります。30分までやったら終わります。お腹いっぱいも食べれない。お腹いっぱいだよ。
お疲れのところありがとねか、ありがとうございます。こちらこそ。ネイルかわいい。本当成人式ネイルにしました。爪が派手。かわいいでしょ。かわいいって言うんです、こういうの。寝坊しないようにね、だって。ありがとう。アイメイクかわいい。嬉しい。アイメイクはステージ用にしてます、ちゃんと。ね、チューリップかバラわかんないんだよね、どっちか。かわいい。だってみんな、ありがとう。まつげが素敵。そう、友達にもらったね、マスカラがめっちゃいいんだ。鼻毛ってつまんで鼻歌歌える？鼻歌？鼻歌を歌えるよー。ねー、何歌おう。キラキラ光る窓の星よ。歌います。振り袖写真もダメにですか？送ります。着るかわかんないけど。ありがとう。なんて言うんだっけ、ミラーボール。いや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 。いつもと違う髪色に見える？嘘、変えてないよ。お疲れ様だって。ありがとう。ありがとうございます。疲れちゃったん。うん、リップ取れちゃったもん。口に色がないね、だから隠します。鼻水で。そうなんですか。うん、リップに口に色がないから隠してるの。明日、明後日楽しみです。だって、ありがとう。楽しみにしててね。みんなのも楽しみ。ゆっくり休んでね。ゆっくり休む。ゆっくり出る。危ない。そっくりが出そう。そっくりが出そう。隠さなくても自分可愛いのに。うん、優しいじゃあ。優しすぎ。そうだよ、明日はもう大人のアミさんだよ。やばくない？早いでしょ。もうみんなバイバイだよ、子供の日なのとは。前髪がさ、こっちが異常に巻かれるんだよね、日なのの前髪。なんか変なの、ちなみに。みんな優しい、ありがとう。大人なの？大人だよ、いなの。このまま寝そう。疲れちゃったけど、まだ30分経ってないんだ。なんかね、30分ですっていう連絡が来ない。いなのね、昔からね、あれあれ、30分経ちましたって結果来た？みんな。なのね、昔ね、よく食べながら寝てたんだ。その写真ばっか。で、30分の連絡あるよ。15分と30分。え、15分だけなの？あ、ないの？なんでなの？そうなんだ。
みんなの方が知ってたね。悔しい、普通に。じゃあね、おやすみ、バイバイ、バイバイ、ありがとう来てくれて、お疲れお疲れ、みんなお疲れ様でした、ありがとね、お疲れ、バイバイ、おやすみ、お疲れ様でした、バイバイ。